はい、こんにちは。ピースの渡辺です。さっきまで雨降っておりましてね、今雨が止んだんでカメラ持ってまいりました。雨降られると仕事がやりづらいです。で、ついでにお客様の来店数もね、急激に減ります。雨降った時に車見てらんないですもんね。まあでも、まあ、午後になって止んでくれたんでね、今からお客様のご来店があるかどうかね、お待ちしております。まあ、とりあえず、せっかくね雨止んだから動画撮っていきます。ピースで最近、車検が中途半端に残ってる車とか、まあまだ乗れそうだなと思った車たち、まあ最低限の整備の方はかけながらパーツ交換したりして、最低限の仕上げをやってから店頭に出しております。まあこの1台しか今も在庫残ってないんですけども、ゼスト、ね、走行距離はねだいぶ乗ってはいるんですけども、車体価格が9万円で、来年の4月まで、6年の4月まで車検が残ってで、もうすべて現状状態として乗り出し価格が登録して12万円で店頭渡しということで販売しております。まあ、仮想工の車で、これはエアコンが調子悪くてコンプレッサーを中古パーツで交換して、仕上げた車かな、確かね。そうだね、あとアイドルプーリー、ファンベルトのところが、キルキルっていうのが泣いてたんで、ファンベルトとアイドルプーリーの交換をして、まあ、一応最低限の仕上げね、最低限の仕上げをして、まあ、乗れるまではしてあります。まあまあこんなのもね、今1台だけなんですけども、現状販売コーナー並んでます。それと、先日車検通したあのタントなんかもね、これを今から値段出ししていく予定でございます。何万キロだ、12万5千キロちょい乗ってますね。12万5千キロの2代目モデルの人気どころの担当でございます。これも今から内外装を仕上げて、店頭販売の予定ですね。車検2年付きでの販売いたします。あと日産デイズハイウェイスター、これね先日撮ってたかな、これもね今から仕上げるところでございます。何を喋ろうかな。最近車の買い取りご依頼度が、先ほどもねちょっと査定のご依頼でね、お客様のご来店あったんですけども、買い取りご依頼、買い取り査定ね、お待ちしております。車、売られるタイミングの時の方がはっきりした金額出しやすいですね。今査定かけて半年後とか1年後とかになっちゃうと、相場の方も変動する可能性がね十分あるんで、売ろうかなと思った時の金額で、やっぱ査定させてもらいますね。今この時に査定した金額が、じゃあ半年後に同じ金額かっていうと、ものによってはね全然同じのもありますね。もしかしたら今までみたいな、ここ最近車の相場上がったり下がったり、こう結構激しくあったんですけども、ずっと上がってたからね、ずっと高かったからね、上がったりっていうこともね、可能性はゼロではないですね。まあでも下がる方がまあほとんどですね。下がる方が、まあなんか今までが異常な状態だったかな。なんかずっと値段上がり続けてたみたいなね、中古車相場。まあここ最近はだいぶ落ち着いてるんで、まあ査定かけて、まあ半年後1年後とか、まあ上がることはゼロではないにしても、まあ下がる方が多いだろうね。まあ一応車の買い取りなんかも喜んでやってます。20万キロオーバーの車、ね、輸出ルートだったり、部品取りルート、ね、車、スクラップ車でもね、販売用の、再販売用の車でも何でも買い取りいたします。あとアルミホイル、ハイアルミホイルの買い取りもやってます。タイヤがね、ハイタイヤついででもアルミホイルであれば1本単価1000円で買い取りいたします。あとこれも、これ新品タイヤプレゼント、軽自動車ご制約のお客様にピースではね、新品タイヤワンセットつけながら販売させてもらっております。まあ、いつも通りですね。いつも通りのあれなんですけど、もう移転しますので、ピースからね、今の場所からピース今度移転します。1週間くらい前に移転しますの動画上げててさ、ありがたいことにね、その動画たくさんの方に見ていただいておりました。反響もいただきましたね。直接ご来店いただきながら、社長今度移転するんだってって、頑張ってねとかね、おめでとうございますとかね、本当に
いろんなね視聴者の方ねお客様から、いろいろとね、なんだ応援していただいたりね声かけてもらったり、ね、本当感謝いたします。ここの工場でもまだ半年の仕事だね。岩盤の今度移転するところ移動する時の動画なんか上げてたんですけども、今はこの車相馬の赤城の方から今度のところに、ね、この6号線から走っていく移動動画、まあ、10分くらいの場所なんでここからそれを見てくださってたね視聴者の方で、今の今度の 新ピースの場所をさ気になってね見てくださったお客様もいらっしゃいましたね。社長見てきたよ、ね、新しいとこいいとこだねってね褒めていただきました。ありがとうございます。今、まあ、さらっとね土地の方を砂利敷いたり、まあ、少しの手直しをね今やるところでしたんでね、まあいろ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 とやることが多いですね。もちろんここの場所のね掃除とかもやっていかないといけないしさ、賃貸でね、貸してもらってた場所なんでちゃんと綺麗な状態にしてね 戻さないと。あ、そっか違うな。でも結局はそうだそうだ、結局はねここでガクとかこっち側とかはねもう使わなくなるんですけども、この辺とかねこの辺とかは使わなくなるんですけども、こっからそっち側だけアスファルト敷いたところ、こっからそっち側だけは、来年の1月から今度ガクとかねここの場所を今の親さんからね貸してもらうようにお話しさせてもらってまして、ここはだから来年の1月からは、ガクトの、新車屋さんでも屋号はねこのフィースの屋号をそのまま使うように、ガクトとね今話はしてたんで、まあ、ガクトがでも自分で独立してこの場所で車の方を仕入れながらなんだ車をやるってね、話で今進めております。まあ、ピースのフランチャイズって扱いでね今度はここの場所はガクトがねやっていくようになりますね。私も頑張んないとな、ここの場所ね本当に。私も11年ぐらいやったけどさ、敷地今全部で2000坪ぐらい貸してもらっててね、まあガクトが今からまあ借りるって言ってる部分は1000坪ぐらいですかね、1000坪ぐらいの場所を、これから先ガクト借りる予定ではいるんですけども、私も最初ねここの部分だけ貸してもらってたんですよ。1000坪分くらいだけ最初11年前かな、ここのピースに、ね、移転した時に、そのねなんだ1000坪ぐらいの部分だけ最初貸してもらいながら、そんで、地元で一番なんつうの在庫数取り揃えた低価格の車になりたいっていう思いであっち側までもう全部貸してもらったんですよ、ね、ほんで結局ここずらーっと2000坪ぐらいの敷地あるんですけど、ここら辺ねずらーっと全部貸してもらってさ、まあなんだかんだ頑張ってはいたんですけどね、まあ、今回、まあ、もう前の動画でも言ってる通り600坪ぐらいの土地だったかな、あっちの方に移転するようになりました。いろんな思いがあってね、台数を今回、まあ、30台からいいとこ50台くらいの規模で多分やるようになるかなと思ってはいるんですけども、まあ、30台くらいでやりたいな。なんかこうやって商売やってて、まあ、私みたいな新参者が、本当にポットでの車屋ですんで、ピースなんては私なんては、そんなものがここのね、商売を成り立たせるためにどうやったらいいんだろうって思いでさ、まあ、さっき言った通り、ね、2000坪の場所を借りて地元で一番在庫数を持ってる、ね、まあ、低価格の車屋になろう。在庫数だけでも、まあ、一台単価で言えばさ、車って高い車ってめちゃくちゃ高いのあるからさ、もう資本力で言えばさ全然私なんて足元にも及ばないんですけど、でも安い車たちだったら、まあ、数を揃えること、まあ、なんとかできるなと思ってさ、本当はその思いでやってましたね。在庫数だけでも圧倒的に多くすれば、まあ、少しは信用してもらえるかなとかさそうだね、そうだ、本当にそういう思いだったな。商売やってて、やっぱお客さんに選んでもらうためにはどうしたらいいんだろうと思ってさ、まあ、ただ並べるだけで売れんだったらね、そんな簡単なことはないんですけども、いや売れない売れない、そんなのはね本当売れないです。車並べてるだけでそんな簡単にポン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 売れるようなそんなことはないね。本当
お客様にね、なんだ見ていただいてさ、信用してもらって、あ、大丈夫なんだなってね、やっぱ思っていただけないことにはこうやってさ中古車売れないと思いますね。本当いろいろありましたね、今までもやってて、ね、一番最初本当なんだ9万円の車並べで見たりしてさ、なんだこの車事故車かとかさ、これ壊れてんのかとかね、なんだか走ってんなとかさ、走行距離なんだ15万キロも乗ってて走れんだかとかね、たくさんたくさんいろんなこと言われました。本当に嫌な思いもねいっぱいしましたね。なんで俺そこまで言われないといけねえんだろうなとか思いながらさ、あとねこれ不思議なことに10万円とか、まあ、さっきさ一番最初出したようなああいう風な9万円とか10万円とかの車を並べていくと、なんかね不思議とね、あそこの車みんなボッコレ出るって言われるのね、不思議なことにね。ボッコレ出なくてもボッコレ出るって、安いとそういう風にやっぱ見られちゃうのかなんか分かんないんですけども、いっぱい言われたね、いっぱいそういうこと言われながら、まあ、それでもめげずに頑張ってきたつもりではあるんですけども、ね、こういう風な本当はねこういう車でやりたいわけではないんですよ。こういう風な5、60万とかの車っていうの乗り出しがね、まあ、こういう車ってもどこの車屋さんでもどこの中古屋さんでもあるような車なんで、まあ、変わり映えがないんで、正直言ってやっぱり、まあ、いつも言う通り私の一番得意分野20万30万乗り出しの軽自動車、まあ、こういうとこだったらさ、この価格帯だったら、まあ、他の車さんがね、まあ、やってるようであんまりやってるとこ少ないんでね、やっぱなんて言ったらいいかな、差別化って言ったらいいのかな、商売っててさ、やっぱ資本力のあるところが、名前の強い、ね、看板の強い車屋さんと同じことやって勝てるわけがないんで、そしたら他社のそのね強い車屋さんがあんまりこうなんだいないところっていうかさ、あんまりこう手掛けてないところ、やっぱそういうところをこう一点集中ポイント集中でさ売っていかないと、私みたいなポットでの、まあ、弱っちい車屋ではね生き残ることができないだなと思いながらね、まあ、私はこの2、30万の軽自動車低価格車専門っていうのを、まあ、選んでねやってはいたんですよね。まあ本中で、少しでも信用してもらえるように台数だけでも取り揃えようと思ってさ、なんだかんだ200台オーバーの在庫までやってたのかな。ほんでやっぱ十何年やってきて、ここ最近感じるのが、人間って不思議なことにさ考え方ってどんどん変わっていくのね。一番最初の時の考えは、まあ、そういう風な感じでやってたんだけど、やっぱ今ここまでね、頑張ってきてやってきた結果、私の感覚としてね、私の感覚として、まあ、大したことはないけども、でも、やっぱ十何年やってきて固定でお客さんがついてくれたりね、本当リピーター様もねたくさん来てくださいまして本当感謝いたします。新規のお客様もねこの YouTube を通して見に来てくださってご制約いただいたりで本当感謝しております。なんかこうなんつうのかな、やればやるだけいろんなお客様との付き合いが増えてきた中でさ、あなんか正直200台とかこうやって取り揃えるとロスがね、無駄な車がどうしても出ちゃうんですよ。売れ残っちゃう車もねやっぱどうしても出てきちゃうね。そうするとあんだったら30台とかさ、まあ、移動50台くらいまでの在庫でやって、まあ、少しでもその販売するロス、無駄な在庫のロスを下げた方がいいのかなとかさ、なんかこう考え方が日々変わってくる。まあ当たり前だね、時代変わるんで世の中もどんどん変わっていくんで、10年前の同じ考え方で今やってたんでは生き残れないと思いますんでね。まあだからその時その時に応じた私のこうできることやっていかないとダメなんだべなと思ってねやってます。でも今回は本当は自分の中で、まあ、30台規模くらいの車でやるとは思うんですけど、まあどんなんだかちょっと、まあとりあえずね日々そんなこと考えながらこうやって車屋さんっていう商売やってました。よし、もう一踏ん張り、今日ももうちょっと営業しておりますね。車のほど買い取りと販売、やらせてもらっております。何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。